平野紫仕様の暴露計画は実現するエンターテインメント業界に衝撃走る可能性大。日本のエンターテインメント業界は新たな展開や驚きに溢れています。その中でも元キング、リンチェのメンバーである平野仕様の未来が注目されています。5月にキング、 リンチをだったし同時にジャニーズ事務所も退所した彼が今後、暴露系ユーチューバーとして新たなキャリアを築く可能性が浮上しています。います女性自身誌のスクープ記事によると、平野潮は退所後に YouTube への出演オファーを受けていたと報じられています。このオファーは、彼が退所に至った経緯を全て明かすという内容であったため、平野が出演を受け入れることとなりました。 しかし、退場が近づくにつれ、彼の心境に変化が生じ、その結果、YouTube 出演を見送ることになりました。この出演の取り決めについて、一部の関係者は、平野がジャニーズ事務所に長らく在籍していたことや、メンバーとの絆、そして関係者に感謝の気持ちを持っていたことから、出演を見送った理由と考えています。 また、性的加害の告発も影響している可能性が指摘されています。同期入所の元ジャニーズ JR で歌手の岡本カウアンから、平野がジャニーズ事務所の創業者である小ジャニー北川氏から性的加害を受けていたとの暴露がなされており、この問題についての言及があった場合、その影響は計り知れないものとなるでしょう。一方で、平野の今後の行動によって、 彼が暴露系 YouTuber としての道を選ぶ可能性も考えられています。現在、ジャニーズ事務所との関係が不透明な状態であり、彼は何らかの重要な情報や証拠を持っている可能性が高いとされています。もし平野がその情報を公にし、暴露を始めることがあれば、それはエンターテインメント業界に大きな衝撃を与えるでしょう。 エンターテインメント関係者によると、平野は現在も大きな爆弾を抱えており、その爆弾が炸裂すれば、これまでの出来事とは比べ物にならない騒動が巻き起こる可能性があると言われています。平野が YouTube 出演で何を語るつもりだったのかは不明ですが、その内容によって、ジャニーズ事務所にとっては非常に難しい状況が生まれるでしょう。 逆に平野は、その爆弾をちらつかせながら、ジャニーズ事務所からの圧力を牽制することもできます。もし騒動が収まり、彼が干される可能性が高まった場合、今回のように YouTube 出演の予定を告知することで、新たな芸能活動へのスタートを切ることができるかもしれません。 平野は一種の強力な剣を手に入れ新たな舞台に挑戦することができるでしょう。今回の記事は平野がジャニーズ事務所に揺さぶりをかける一環としてリークされた可能性も考えられます。彼の未来がどのように展開するかは不透明ですが、その行動次第でエンターテインメント業界に大きな変革をもたらす可能性があることは間違いありません。元キング。 リンチェのメンバーである平野潮の未来が明るいものか不透明なものかその行動次第で決まる可能性が高いことが分かりましたた。彼が YouTube 出演を通じて過去の出来事やジャニーズ事務所との関係についてどのように語るかによってエンターテインメント業界に大きな影響を与えることが考えられます。その一方で 彼が新たな舞台での活動を開始することもあり得るでしょう。私たちは平野の今後の動向を注視し、その決定に関する最新情報をお伝えしていきます。